はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第22回でございます。で、今回のテーマが、高校での勉強方法、そして新しいクラスになじめませんっていうのと、ハイチさんは学生時代どんな子でしたかっていうのね、まあ、そんなテーマでお送りしようと思います。で 今回も、えっ、ー、と、もらった質問だね、に答えていく感じなんですが、主に二つです。一個は、まずそこにね、メインテーマになってる、高校での勉強方法について話すのと、で、もう一個が、まあ、高校始まって今、二週目か。だからね、まあ、ちょ、だいぶ、だいぶ来たんだけど、この一週間。こう、クラスが馴染めないとかね。あと、周りの子はすごい楽しそうなのに、ね、あんまり自分が楽しく行けてないとか、友達がなかなかできないとかね。 たくさんいただいたんでね、まあ、そこについて話していこうと思います。では、まあ、先に勉強方法からいこうかね。で、あのね、これさ、これね、俺、まあ、高校の時に前も話しましたけど、まあ、一人数学のね、恩師って思ってる先生がいらっしゃるんだよ。で、もうその先生が言ってたことをめっちゃ信じてやってたので、もうその先生の受け売りなんで、まあ、俺のオリジナルってわけではないんですが、 えっと俺中学校まで数学がね大して得意ではなかったんですで一応あの教科としてあの、まあ、国語数学とか英語とかの科目だったら俺先生の担当は数学になるんだよあの教員免許先生になる免許も小学校はもちろん全部なんで小学校の免許そして中学校と高校の数学の先生の免許を持ってるんだけど中学校の時ね大して得意じゃなかった数学は。 でも、高校では、間違いなく一番良かったのね、数学が成績。で、なんで変われたかっていうと、まあ、まあその先生のおかげっていうのはも,もちろんあるんだけどさ、その先生が言ってた勉強の仕方、っていうか、しなきゃいけない状況だったんだけど、そのね、それしないと授業ついていけなかったんで。で、まあ、それをやったからなのかなと、やっぱ今でも思う。で、何をやったのかっていうと、まあ、すげえシンプルで、予習をしたんだよね。ただ単純に。数学だけね。 というのも、あのー、俺のその高校の数学の先生ね、だいたいその日やったのを、そのなんだ、やったことに関連する問題をやってこいみたいな、次の授業で確認するからっていう復習のはもちろん出す人多いんだけど、明日この授業、この問題の、ここ勉強するから、この問いやってこいっつって、教えてもらってないことを先に勉強してこいっていう先生だったの。しかもそれ確認すんだよ、ちゃんと授業で。 そうだから自分で教科書とかまあ問題集でも何でもいいんだけどそれを読んで自分でなんつうんだろう確認というか理解をして問題を解いて臨むっていうのをやってた先生なのねでやっていかないとめっちゃ怒られるんでそれそうそう必死に食らいついてやってたんですけどおそらくそのおかげだと思います今でも振り返るとねまあよく先生っていうのはね予習復習しなさいって言うでしょで まあどっちかしろって言われたら多分復習をしろと言うんだよ。ね、復習ってすごい大事だしね。あの、知識の定着する上ではものすごく大事な作業だからさ。でも、高校っていうのは、やっぱり勉強する内容も難しいし、そして多いから、知識量がね。なので、予習をするっていう、すげえ大変なんだよ。特に部活やってる子なんて時間なかなかないからね。でも 予習をするっていうのをやるだけでもだいぶ違う大変だけどうんだから、まあ、勉強方法としては復習はもちろんやるんだよ絶対にねまあちゃんとやってたかって言われるとなかなか怪しいんですけど特に数学以外はねでもまあ予習特に予習だね予習復習をしっかりやっていくことで高校での勉強はなかなかついていけるかなと思うでこれはあともう一個ね あの、高校生だけではないと思うんだけど、俺は。勉強する上で、ね、全体的に大事なことかなと思うんですが、あのー、わかんなくなる時って絶対あるじゃんか。学校のせ、どんなにわかりやすい先生でもさ、あれ今のなんだとかさ、ちょっと眠くなってて、ああ、眠いなーと思ってるっていうシーから過ぎてるんだよ、その問題。あ、やっべえみたいな。ことって絶対あるんだよね、人って。で、そうすると、あ、やっべえ、ここわかんねえってなった時に、 たった一問だとしても、まあ一回一問ぐらいって思うのか、やべこれわかんねえからちょっと解決しとこうと思うのかの違いってすごく大きくて。で、なぜかっていうと、とまあ特に数学と英語に関しては、あのね、ピラミッドの科目って言ってその二つね、下の基礎がないと上にどんどん乗っていかないんだよ。ピラミッドって下がちゃんとこう、西になってて、だんだんこう、まあ少なくなってるけどさ、山みたいにこう積んでいくでしょ。 一番下のところの土台がなかったら、上に石って積めないんだよね。つまり、一番下の知識がなければ、上に積めなくなるんだよ、その部分。なので、特にまあ、高一とか、ね、まあ、中学校から続いてるっていうのもあるんだけど、まあ、基礎をやってるわけだよ。数学にしてもね、英語にしても。で、どんどん高二高三ってなったら、それを難しくなって、ね、そこに知識を積まなきゃいけない。だから、 今の時期に分かんないって思った問題をどれだけ先生に聞けるかっていうのはすごく大事。で、先生に聞けないんだったら、まあ友達というかね、もちろん同じ高校じゃなくてもいいと思うんだよ。同じ中学だったらね、仲いい子でもいいと思うんだけど、まあ塾の先生でもいいしね。そういう人に少しでも早く聞くこと、溜め込まない分かんないことっていうのはすごく大事。勉強する上でね。そうそうそう。 なのでまあ、それがね、その子の質問に解決になるかどうかはわからないですけど、ひとまず予習、余裕ね、時間に余裕があるんだったら予習までしっかりやる。まあ、復習は絶対やった方がいいね。全部の科目ね。うん。で、あとは、わからなくなった。ね、わかんねえなっていう疑問に思ったことはなるべく早く解決するっていうのをやっていくと、わりかしついていけるんじゃないかなとは思います。うん。まあね、学校の、学校によってね、 めちゃくちゃ早いとこもあるからね勉強さまあね大変なとこもあると思いますが参考になればね嬉しいですねでもう一個こっち難しいよね新しいクラスに馴染めないどうしたらいいですかとかねでまあ質問のねあのそのどうしたらいいですかっていうところにちなみにハイさんは学生時代どんな子だったんですかっていう質問があったんでまあ一緒に答えちゃおうと思うんですけどあのねこれはねこっちの質問はあんま参考になんないと思う 多分俺考え方がちょっとここおかしいんで普通の人と違うと思うんですけどあのー、まず、まあ、学生時代どんな子だったかっていうとこから行こうかえっとね古い話でいくと小学校からいくと小学校はねおそらく結構なんだろう元気な元気な子っておかしいな <laughs> まあなんだろうなうーんムードメーカーとかそういう面白いこととかはしないですけど割かしこう賑やかでうーんあの学級委員長とかよくやってるタイプだった うん、やってたね学級委員長ね何回かねうんうんうんですごいまあ休み時間とか絶対外で遊びますみたいな球技しかしないみたいなね,ね好きな科目体育ですとかそんな感じの子でしたねでまあ中学校は前のね「ダラダラ授で話したように、まあ、ちょっといじめがね絡んでしまったんでだいぶ暗かったっすねうーんあんまりうーんまあ闇時期ですからねあの時期はねまあ、そういう時期でで高校入学して で、高校が一番自然体で、いい意味で普通だったよ。うん。まあ、真面目ではなかったですけど、<laughs> まあまあまあ、勉強に、まあ遊びにっていろいろやってた時期ですかね。で、まあ、確かに高校に入るときに、まあ、馴染めないっつうか、どうだろうなって不安はあったけど、ね、新しいとこ行くんでね。で、しかも俺、 同じ中学校から10何だっけな8人あまあわかんない7人から10人ぐらい同じ中学から行ったんだよ同じ高校にねで俺男子校だったからもちろんみんな男子なんだけどで7クラスあって1年がで俺3組だったからあれ1の3だったんだけど同じ中学校からのメンバー1人もいなくてさでもああ1人もいねえやーってちょっと焦ったとこもあったけどぶっちゃけ思ってたのは まあ友達一人もできなくてもいいかなみたいな <laughs>。そうそう。あのね、そういう開き直りをしてたんで、あんまり参考にならないと思うんですよね。俺の意見っていうのは。で、なんでそういう開き直りをしてたかっていうと、まあ、やっぱり中学校の時の経験がね、まあ、経験があってよかったなとは思うんですけど、なんだろう、100人いて、100人に好かれるって絶対無理じゃん。うん、できないできない。いいそんな。うん。 あの嫌いたければ嫌えばっていう発想にもうなってたんで中学校の時にねそうで、まあ、今29歳になって振り返るとさ絶対に気の合うやつってできるんだよそれは同じ高校じゃないかもしんない、うん、もしかしたらねそこじゃないかもしんないけど絶対できる気が合うやつっていうのはうんで俺にも気が合うね友達っつうか、まあ、親友っていうかね、まあ、何人か本当に数人しもう数人しかいない全然 自分の中身を打ち明けられるやつっていうのはね。でもそれでいいと思うんだよ。そう。でもちろん周りがね、楽しそうでさ、うわ、仲間できてる、グループできてるって焦るかもしんないけど、こう、無理にやっぱキャラを作って入っていってもしんどくなるし、周りのままの自分でいたらいいんじゃねえかなとは思うよね。で、なあ、高校の日どうだったっけな。 結局ね、なんだかんだね、まあ友達ができたんだよ。そうそうそう。そう。まあできてね、楽しく過ごせましたけど、あんまり深追いはしないんだけど、基本的にね、自分から話しかけることはちょこちょこしてた。ほんとちょっとだけどね。そう。で、同じ共通の趣味とかがあればさ、わりかし話も盛り上がるんだけど、まあそういうのも外れることこあるじゃんか。ちょっと話してみて、あ違うな、みたいな。そうそうそう。 でもそういう感じることもあるしね全員が気が合うわけじゃないので、まあ、個人的な意見としてはね焦んなくていいんじゃねえかなと思うし俺はその、まあ、焦ってるねその子自身が変にねこうキャラ作ったりとか明るくしてみようとかこうしてみようっていうんじゃなくて、まあ、自然体でいてもいいんじゃねえかなとは思うんだよね結構みんなが返したのがそのコミュニケーション力がなくてって自分がね そうそうそそれでそのせいでって覚悟が多いんだけどまあ別にコミュニケーション力がなくてもねって <laughs> まああれでも社会に出る上では身につけた方がいい絶対にコミュニケーション力っていうのはねでもしコミュニケーションごめんコミュニケーション力がなくてねちょっと変えたいなって本気で自分変えたいなって思うんだったらそういう意味で練習はした方がいいと思ううん俺はそれをすごい練習したのでコミュニケーション力というかねいろんなねやり方をして だから、まあ、無理にキャラを作る必要はないとは思うんだけど、もし、ちょっと自分からね、変えたいって思うんだったら、少し話しかけてみたりするのもいいかもしんない。うん。ただ、なかなか難しいよね。グループができてるところに入るとさ、何こいつって思われるかもしんないしね。うんうん。ただ、やっぱり <laughs>、まあ、楽観的ですけど、言えることはいつかできるぜ。気の合うやつって。うん、絶対に。 そうそうそうだって中学校の時あんな過ごし方をしてなんつうんだろうなこう別にできなくていいよ友達なんてって思ってたやつでもできるからそうだから俺高校入学してからさあのー、クラスでね最初の席が一番前だったんだよでまあそういう気持ちで行ってたからさ、まあ、たねなんつうんだろうなこう、休み時間とかもーっとずっと座ってたんだよねぼーっとで俺もともとねあんまり目つきが良くないらしいので <laughs> ぼーっとしてるだけでも何怒ってんのって言われる感じだったんだよずっとだからまあねそういう雰囲気を出しちゃったもんで相手も話しかけに行くかったとは思うんですけどあとでこう半年ぐらい経った時にね、まあ、友達が数人できてさお前なんでさあの時超怒ってたのみたいなそうそうそう、まあ、そういうのも言われたりしましたけどまあそういうやつでもできるからねあんまり焦らない方がいいのかなとは思いますうんあとね あのーこ,まあ、この子だっみんなねあの質問くれた子は高校で友達が、ね、できないのが不安って言ってたんでそことちょっと話がずれちゃうんだけど俺ね高校以外にもなんかのコミュニティに所属するといいと思うよ。うんあの例えば俺高3の時にボランティアのグループに参加してたんだよあの社会人の人が作ってるボランティアグループに。でその高校だけじゃなくて例えばそのボランティアでもいいし 例えば中学校の時にじゃあバスケやってた子は、高校で部活やんないんだったらさ、あの、社会人がやってるバスケの地域のね、こうなんだろう、チームって絶対あるんだよ、スポーツチームとかって。でもちろんハードにやってるところもあれば、趣味でやってるようなとこもあるからさ、社会ってほんといろんなコミュニティがあるので、いっぱいネットでね、探してみて、そういうとこに所属してみるのもいいと思う。あの、これはね、個人的な意見ですけど、高校の時に、 あの社会、もし、大学生とか、社会人の人と触れ合うのってすげえいいよ。将来的に絶対ね、こう、視野が広くなるというか。なのでね、もしよかったらちょっとね、探してみるといいと思います。共通の趣味のね、サークルみたいなのがもしあれば。うん。まあ、もしなかったらね、申し訳ないんですけど、そういうのもいいと思う。うんうん。まあ、完全にね、質問に答えてる感じはしないですけど、まあまあ、参考になったら嬉しいですね。 大丈夫かな大丈夫かなっておかしいね。<laughs> では、そうそう、また長くなっちゃったね、締めようかな。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第22回、テーマ、高校での勉強方法についてお送りしました。え今回もね、聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回、うん。 どううだろうね、まあ質問もたまだまだ溜まってるんですけど、まあ、ちょっとね答えにくい質問もあるんでなかなかね全部には答えられないですけど、まあ、またこの1週間の動向によってかなこう答えたいと思う質問があればお答えしますしそうでなければねなんかテーマ決めてまた喋ろうと思いますのでもしよかったらね次回の方も聞いてみてくださいでは今回はこれで終わります以上ですありがとうございました